ヒグマ社長から10万円、トムハッピーから100万円、林社長から100万円で合計210万円まで来ましたけれども、残念ながら50万足りませんでした。今回はナッシングです。マージャン知ってる社長にと知らない社長さんで、知らない社長にマージャンの魅力を伝えるっていう部分が、書いてあることに対しての返答は頭の中で準備してきたんですけど、もっと大枠の部分ですよね。マージャンがいかに面白いとか、そういうなんか一番足元の部分をちょっととっさに出てこなかったんです。そこがまあ岩井社長も言ってたんですけど、作戦ミスというか。そうでしたね。今回って別に僕たちがお金がなくてもできるというか、参加者からちょっとタイムスケジュールずらせばできますよね。僕たちのお金もそんなにだからリスクのない融資ですよね。そうですね。話の順番が、澤田さんが令和の虎出たのを知ってて、仲良かったんで、あれ見て、で、僕もなんかデザインですっていうのを、ツイッターのスペース上で澤田さんと話す機会があったんで、話したんですよ。で、澤田さんも再チャレンジしたいって言ってて、で、なんか次は麻雀に関しての、ビジネスプランなんかないのって言われてて、その場では答えれなかったんだけど、今ならあるんだよねって言ってて、一番最初は澤田さんの再チャレンジで、僕が助っ人で出るような立ち位置で、2人で挑戦したんですけど、2週間ぐらい前に、Zoom の会議があって、そこでまあなんか、馬場さんが出してたプランだと、もう60万ぐらいの、ミニマムでできちゃう大会だったんで、そう、わざわざ社長たち、そんなすごい人何人も呼んで、60万だと、ちょっとねっていう話をされて、あとまあ僕一人でいいってなったんで、そこからそれを土台として、なんとかこう予算を増やして、もっと盛り上がるようなものに、作り変えたんですけれども、もう今年に入ってから完成したぐらいで、ちょっとまあ言い訳になっちゃいますけども、ちょっと時間もあんまりなかったのもありますなるほど。ね。はい。そういうところが敗因だと思いますよ。そうだなとの思いまで、す。麻雀を知ってる人がいなかった、3人いなかったっていう話を敗因におっしゃってましたけど、これからやりたいことだったのか、もともとやりたいことだった、人が考えたもののこのついでにみたいな、そういうのが何かで伝わっちゃったっていう、本当に心からやりたいことだったら、みんな麻雀どうこうじゃなくて出たと思うんですよね。そうそですこなんじゃないかなってな、僕は思います。